世界で急激に競技人口が増えているフェンシングのスーパープレーを紹介します。向かって左の日本代表松山選手の世界選手権フルーレ男子団体決勝で見せた得点シーンをご覧ください。それでは解説していきます。開始の合図と同時に両者前に出て仕掛けるのですが、松山選手が途中後ろ足をわざと下げ相手の突くタイミングと距離をずらします。そのおかげでほんの少し相手との距離が生まれ、見事剣で避けることに成功。その後体勢を崩した相手の背面をジャンプをしながら剣をしならせて突くという、開始の合図からわずか2秒の出来事。すごすぎるぞ松山選手。その後日本は勢いに乗り、日本フェンシング開発の世界選手権団体の金メダルという快挙を成し遂げた。すごいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしく。